こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー専門ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それではアロマテラピー1000本ノック47回目を見ていきます。今日はセサミ油に関する説問になります。185本目、セサモールを含む。これは丸ですね。186本目、非常に酸化しやすい。セサモールという抗酸化物質を含んでおりますので、酸化しにくいオイルになっています。 187本目、リノール酸は含まない。セサミウはリノール酸を含みますので、ペケになります。188本目、オレイン酸は含まない。セサミウはオレイン酸も含んでおりますので、188本目もペケになります。セサミウに関しては、 今日の千本ノックには出てきませんでしたけど、ごま湯という別名も覚えておいてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログ、男だってアロマだがやと、この YouTube 動画を合わせてご利用いただけますと、あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、ぜひ、読者登録、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、 誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。